パリ五リンフェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲が9月4日放送の日本テレビ系上田と女が吠える夜2時間 SP に出演。万年コンディションが悪い女テーマに出演し江村自身が体の悩みで年中困っていることを明かした。画像、シュミット、ビロディド、ギュネシュ、小笠里パリゴリンに花を添えた美女アスリートを一挙紹介。この日江村は 番組後半の万年コンディションが悪い女というテーマで登場。司会の上田が今日のテーマにいらっしゃるのはおかしくない。江村選手は何が悪いのと尋ねると江村は私は年中何かしらに反応して鼻水が止まらなくてと自身の体の悩みを明かした。江村の回答に対して司会の上田はアレルギー性とか。と尋ねると江村はかなぁ。 と思うんですけど、はっきりした原因はわからないまま、年中鼻水。と語った。また上田は立て続けに質問。試合中さ、面、顔面に装着する防具。もしてるし、大変なんじゃないの。と質問すると、江村は、意外と試合中の方が鼻水が止まってるんですよねと話し、さらに何もしてない時に出てきちゃうので、今とかも怪しいと収録中鼻水が出ないか心配していた。 最後にエムラは笑顔で鼻水だれてても温かい目で見ていただけたらと話し、スタジオの笑いを誘っていた。エムラの原因はわからないまま、年中鼻水。との告白にネット上では、試合中は止まるのが、さすがアスリート。一年中花粉症の人がいるので見ていてかわいそう。アレルギー性鼻炎じゃないですか、わら、などと様々な反応が寄せられている。厚生黒丸ザダイジェスト編集部。